くれるのか。また来い、後悔はさせんぞ。あんたには敵がいて、足には弾がある。
地図を見つけたぞ。自分ない。やっほーだらしい。こんな地図のためにわざわざ来たの？それとも私に会いに来てくれた？あんたがスーパーパンダなんて知らなかったな。ところで今なんだこの抜け殻みたいな顔してるよね。なんだと思う？私の特技見たよね。地図を見つけられるって信じてたよ。気をつけて持って帰ってきて。もう二度と失うわけにはいかない。まさかおしっこかけてないだろうな。このバンディットの首を知っているか？ああ、そんな、俺の補佐だったビクだ。最高の仲間だったのに。頭を回収してくれ。きっと VR で尋問されたんだ。ハイペリオン時代同じ技術を使ってたことがある。企業スパイを捕まえた時とか、誰かのプリンが休憩室の冷蔵庫から盗まれて作り直す時間がなかった時とか、ビクはバーチャル拷問部屋に捕まってる。中に入って助けてやってくれ。すごいぞ。頭の中で狩りをしたことはまだない。ホーリーブロードキャストセンターの近くに VR コンソールがあるはずだ。彼女の頭に接続すればエコー端末が君をデジタル生成してくれる。自分で行きたいところだけど、実は VR 酔いがすごいんだ。それに体を分子レベルに分解されるなんて冗談じゃない。俺はアナログ至上主義なんだ。正直チルドレン・オブ・ボルトが VR 技術を使ってるのには驚いたけど、まあ今は安く手に入るからな。最近じゃ仮想世界で暮らしてる連中もいるくらいだ。ただ不思議なことに、今でも大勢が7年前に作られた世界を訪れてるらしい。集まれファミリー。ボルト嵐が優勢だぞ。有限の者たちよ、終わりの時だ。助けてやってくれ。
神の元へ行け。現実なのに、よりによって私が消えるの？シミュレーションの中に入ったぞ。どこかにビクがいるはずだ。彼女を見つけて救出してくれ。ビクをエグジットコンソールに連れて行くんだ。そうすればこっちで肉体が再構成される。最高の仲間を元に戻してやりたいんだ。ところで、奴らが彼女をアップロードした時、最近の記憶が断片化されたみたいなんだ。それを見つけてくれ。目覚めた時に自分を思い出せるようにしてやらないと。記憶断片1。調子はどう？私？最高にアホなボスボーンがやっとまともな判断をしたよ。私をサンスマッシャーの戦闘主任補佐にしたんだ。サンの池に腹打ちダイブを決めたヘッドチーズの貢献者ってわけ。ヘッドチーズって言えばあいつのパーティーは最高だったね。ボーンもまあまあだけど、ヘッドチーズと比べちゃうと。スイカとアガミや！いや、わかったんだな。あれを見せたらすっごい慌ててさ、隠せって言うわけよ。はあ、チルドレンオブボルトに売ればクラン全員が何ヶ月もバーキッドキャビアを食べられるってのに。売らないなんて言ったら私がみんなから恨まれるっての。最悪のアホボス、クランのことを何にも考えてない。いつの間に食べたんだ。記憶断片4。
やるよ私。マウスピースってやつがエイリアンのあれを欲しがってるのに、ボーンはうるうとしやがらない。パンドラでチルドレンオブボルタに入ってないクランなんてもううちくらいのもんだよ。サンスマッシャーには新しいブースが必要だね。誰のことだかわかるだろう。もちろん私。記憶を全部集めたか。俺も聞くのが楽しみだよ。ビクとは息ぴったりでいつも支え合ってたんだ。俺の大親友をシミュレーションから解き放ってくれ。たちよ、終わりの敵。いつの間に最後の一つを投げた。楽しむといい。君をこの心の牢獄から解放しよう。無理だよ、出られやしない。またあいつに腕をもがれちゃうよ。死ぬほど痛いのに、また生えてくるんだ。わけわかんないよ。もう50回くらい繰り返してる。捕虜から離れろ。撃ち身だ。打ち尽くした。
もう全然わかんないよ。君は実在と非実在を同時に体験している。ああ、深く考えるな。変なことばっかり。もう何が何だかわかんないよ。ここから出して。いいものを見つけたな。悪夢だった。助けてくれてありがとう。ミク、生きてたんだな。まあ多分定義上はね。ボーンが私と話してる。ボーン、その私は大バカだったよ。チルドレン・オブ・ボルトはイカれてる。仲間になろうとした私たちを殺して拷問したんだ。殺してから拷問だよ。ミク、君には心を入れ替えてもらわなきゃならない。さあ、ごめんなさいの腕立て伏せ100回だ。それが済んだら来るといい。俺たちの新しいクランに。ゴークリムゾンレイダース。クリムゾンレイダース？悪くないね。まあ腕立て伏せよりはマシかな。ああそうだ、あんたは命の恩人だね。これあの終わりのないデジタル牢獄でかっぱらっといたぜ。あんたにあげる。好きに使って。ギクシャクするね。いいじゃん。私ずっと自分の時間が欲しかったんだよね。まさにこれ、気に入った人と一緒にいられる。あんたは私？私があんた？変な感じ。頭がおかしくなったみたいな。まああんたは頭ないけど。あんたに食事って必要なの？私が生きてられるのはケースを満たしてるこの何かのおかげだと思うんだよね。だって胃も腸もないんだし。でも舌はあるね。お肉の汁をちょっと垂らしてくんない？なんか理想の暮らしっぽくない？拷問装置につながれて延々ひどい目に遭わされたのも今になって考えれば安い代償だったかもしれないよね。イエーイ、ハイタッチ。それ笑えないから。そうだね、確かにごめん。
いけるか。またチルドレン・オブ・ボルトか。ボルトハンター、地図は持ってる？なあ、狩りは成功だ。なら一安心だね。地図を手に入れたのか。やったな。で、サンスマッシャーのみんなは？なんかやけに土とか血の匂いがしないか。君の仲間はタイリーン・カリプソの手で殺された。あれは自然に反していた。そんな、俺あいつらに一度もそんな、いや、サンスマッシャーは泣かない。タイリン・カリプソが血の報復をお望みならくれてやる。血の報復だ。あいつらが危険なのは分かってたけど、これは想像以上かも。地図は絶対渡せない。取り戻せてよかった。これはただの地図じゃなくて、パンドラにある別のボルトを開くのに使ったの。ボルトにはそれぞれ鍵があるんだ。ちょっと見てみよう。久しぶりにね。チャージされてないね。任せて。うん、ダメみたい。おかしいな、前はできたのに。専門家の出番かな。この星でエリディアンの技術を理解している人間はたった一人、パトリシア・タニスだけ。谷の向こう側の発掘現場にいるから、地図を持ってってくれる？また連絡する。私はうちの船を何とかしなきゃ。